全然ゲインできないんだけど。どうしよう。こんにちは、アニです。今日は仮面ライダーチョコを開封していきたいと思います。もう毎年の恒例行事ですね。ジオーの放送とともに仮面ライダーチョコもね、発売されたんですけども、レイアウトはいつもと同じ感じでここにジオー乗っていて、今回のチョコレートは棒状のタイプのものですね。当たりが出たら必ずもらえるキャンペーンもやっていて、今回はライドウォッチのレインボーカラーみたいなね、こんな感じのやつですね。で、後ろに説明が書いてあって、仮面ライダーチョコ限定の食玩ジオライドウォッチオーロラメッキバージョンが2000名様に当たると。食玩だから光んないのかな、音は鳴ると思うんだけど、もしかしたら光んないかもしれないですね。で、これが当たりのやつで、すごい綺麗だね。レインボーカラーになっていて、このライドウォッチだけで聞ける特別な音声が鳴ると。まあ、こういうこと書かれると欲しくなっちゃうよね。当たるといいんだけども、まあ難しいだろうね。で、当たりのね、いつものなんかシールが貼ってあるんだけど、これは何？商品内袋に貼り付けられていますということなので、まあチョコレートのこのパッケージに貼ってあるということかな。で、今回の内袋はデザインね、全21種類で平成ライダーがずらっとね、こう並ぶような感じになっているので、これは全員集めたいんだよね。だから今回の目標はその当たりを出す、まあ出たらいいんだけど、最低この21種類全部の袋をこうね見るっていう、それが僕の目標ですね。で、このね、内袋系はね、嫌な思い出があってね、ジュウオージャーチョコの時にね、まあそれはそれはって感じで、気になる方はね、ここら辺にリンク貼っておくので、ジュウオージャーチョコのね、動画見ていただけると嬉しいです。最短で7箱か。これ1つに3本入ってるので、7箱で揃えば最短なんだけども、そんなことは絶対ないからね。で、今ね、ここには全部で、28箱準備しているので、これで型がついちゃえばいいんだけども、とにかく21種類揃うまで動画は続けようと思うので、まあもしかしたらサクッと終わるかもしれないし、ライン長くなるかもしれないし、そこら辺はちょっとよくわからないんだけども、最後までお付き合いいただけると嬉しいです。では行きましょう。記念すべき1個目いきますよっと。さあ、まず誰が出るかだよね。ジオーとゲイツがいっぱい入ってるのかな。いきます。一人目は、あ、二つ出てきちゃった。じゃーんと、まずはビルドからスタートで、そして次ね、見えてたんだけど、あ、違うの取っちゃった。次は電王、そして最後がヨットファイズとなっております。ちょっとゆっくり見てみようか。袋だからちょっとクシャクシャっとなってんだけども、ビルドはこんな感じで、じゃんけんとかもあるのね。これめ、あーグー、なるほど。さあ、実験を始めようか。で、キリュウ、セントが変身する仮面ライダー、フルボトル組み合わせ、様々なフォームで戦うぞと。ライダーの説明もね、あ、ここら辺にデータもいろいろ書いてあるね。あ、これ、袋いいね。本当に、ビルドのことがいっぱい書いてある。じゃあ次、電王見ていくと、はい。俺三条ね、仮面ライダー電王ソードフォーム、桃太郎たちイマジンが憑依し、電ライナーで時を超え戦うと。俺三条という感じですね。最後がファイズでございます。ちょっとピントが合いづらいな。ファイズは、俺には夢は、違う、俺に夢はない、だが夢を守ることはできると。乾匠が変身する仮面ライダーファイズギアを使って変身し、ファイズショットなど4つのデバイスを用いて戦うという感じですね。順番に並べたいな。電王いて、ファイズいて、ビルド一番最後ね。まあ当たりは当然のことながら出てないです。これちょっと時間かかりそうだね、1個ずつ見てたら。次、2箱目よっと、せーの、もう3本一気にいっちゃおう。せーの、よっと、はい、ゴースト、電王、ガイム。おお、いいね。いい感じで来たよ。お、当たりは、当たりは、とりあえず当たってない。当たってなくて、ゴーストね。こんな感じで、命燃やすぜ。天空寺たけるが変身する仮面ライダー。偉人の魂が宿るアイコンを使うお化けライダーだという感じで、ゴーストはここですね。そして、ガイムね。
はい、外務なんて書いてあるんだろう。ヨット、ああここからは俺のステージだ。カズラバコータが変身する仮面ライダーオレンジロックシードと戦国ドライバーで変身、多くのライダーたちと戦国時代さながらの戦いに身を投じるということで、外務ここですね。で電王ダブっちゃいました。3パコ目いきます。さあ誰来るか、せーの、ヨット、ウィザード電王外務。おお、電王必ず入ってんな。ウィザードここで電王、まあこうダブったのはいいか、ダブったの避けとこう。でウィザード、ウィザードね、はい、これだんだん読むのが少なくなっていくね。こんな感じなパッケージでウィザードかっこいいね。さあショータイムだ。相馬ハルトが変身する仮面ライダーウィザードリングを用いてファントムと戦う指輪の魔法使いという感じです。4箱目いきます。これ意外と楽しいね。さあ誰来るか、誰来るか、掴めない。せーの、ヨット、ゴースト、龍騎、電王。今回増えたのは龍騎ですね。はい、俺は人を守るためにライダーになったんだ。木戸真嗣が変身する仮面ライダー、多数のライダーが鏡の世界ミラーワールドで命を懸けて戦うということで、龍騎もかっこいいね。龍騎はここら辺ですね。ちょっとここ間開けといた方がいいかな。5箱目よっと、さあ何が出るかな。よっと、お、フォーゼ、オーズ、ファイズ。ファイズはダブって、フォーゼ、おー、いいね。はい、あ、宇宙キターですね。如月玄太郎が変身する仮面ライダー、仲間と共に学園に潜む悪とアストロスイッチを使って戦うということで、ウィザードの前ですね。そしてオーズ、仮面ライダーオーズ、アンク行くよアンク行くよなんだ、なるほどね。日野英二が変身する仮面ライダー、3枚のコアメダルを組み合わせて多様な姿で戦うということで、フォーゼの1個前ですね。平成2期がやっぱり多いのかな。平成2期がいい感じで揃ってきております。6箱目、さあ何が出るかな。ヨット、ウィザード、龍騎、オーズ、さすがにダブリーになってきたか。7箱目、何でもいい、とりあえず1個でもゲインしたい。せーの、ヨット、ウィザード、龍騎、デモ。やばいやばい。8箱目、よいしょ、ビルド、ファイズ、デモ。9箱目、せーの、ヨット、ビルド、ファイズ、デモ。大丈夫か。10箱目いきます。何でもいいから1個、新しいの欲しい。せーの、ヨット、ビルド、ガイム、ファイズあれ、これもしかしてあれかな、偏ってるのかな。そのいわゆるいっぺんに全部の柄が出ないように、そのね、初回出荷はこのライダー、第2弾ではこれを入れてくるとか、そういう可能性あるな。ちょっとこれは被り方がひどいな。11個目いきます。さあなんだ。ヨット、ゴースト、龍騎、オーズ。12箱目、さあなんだ。ヨット、ビルド、龍騎、オーズ、同じのしか出ない。13箱目、ここでね、なんかクーガかアギットとか来たらね、テンション上がるんだけど。ヨット、ビルド、電王、ファイズ、あーもうこれダメだな。14個、これでワンアソート終わりですね。14個目、せーの、ヨット、ほら、ゴースト、ガイム、オーズは、なんかもうこれしか出てこない。2、4、6、いや今9種類出てるんだけど、14箱開けて、ワンアソド開けて9種類しか出てないですね。半分もいってないや。15箱目、これどうなんだろう。箱はっていうか、アソートがね変わったから、もしかしたら変化出るかもしれないんだけども、場合によっては深追いしちゃいけないパターンかもしれない。
行きます。ヨットウィザードデンオデンオは同じ箱に同じものが2個入ったりするんだ。16個目、ヨットせーの、はい、ゴーストオーズファイズ、当たり確認してないけど、まあ当たってないだろうな。16箱目、ヨットあーダメだ、ゴースト龍騎オーズ。18箱目、ヨット電王龍騎ガイム、嘘つきました、電王じゃない、クーガだよこれ。もうねパッと見た瞬間に赤い人がみんな電王に見えてたわ。クーガマイティフォーム、いやーよかったよかった、見ててください俺の変身、五代祐介が変身する仮面ライダー超古代フードのベルトアークルを受け継ぎ戦うと。でこれ何箱目だっけ、ちょっと分かんなくなっちゃったな。いきます、よいしょ。まあこれで1個ゲインできたから、やっぱちゃんと入ってんのかな。いきます、新しいのなんか来い。ヨットゴーストオーズファイズ。20個目、せーの、はい、とウィザード電王ファイズ。21個目いきます、せーの、ヨットビルドオーズ電王。22個目いきます、せーの、ヨットビルド電王ファイズ。23個目いきます、ヨットフォーゼ龍騎電王。24個目かな、ちょっとわかんなかった。せーの、ドンとフォーゼ電王龍騎。25箱目かな、なんでもいい、もうなんでもいいから1個増えて。せーの、響き、響きない、フォーゼファイズオーズ。26個目、ヨットフォーゼファイズデオ。27箱目、ヨッフォーゼ龍騎ガイム。最後になりました、28個目でございます。せーの、ヨット、あ来たやった、アギト来た、アギトファイズオーズということで、これで今準備した分全部開いたんですけども、ちょっと集計します。はい、集計終わりました。結果はですね、クーガが1本、アギトが1本、龍騎が、ぼちぼち出て10本、そしてファイズが13本、次ちょっと飛んで電王ね、電王はねいっぱい出たね、16本、そしてまたちょこっと飛んでオーズが11本、そしてフォーゼが6本、ウィザード5本、ガイムがガイムが何本、ガイム6本、そしてゴーストが7本、最後ビルドが8本という結果でございました。まあ電王がいっぱい出たね、全部で2、4、6、8、11種類、まあ半分はオーバーしたけど、半分しか来れなかったのかっていう感じかな。結構ダダダッとね18種類ぐらいまで来て、で残り3つ出ねえなとか、そういう流れになるかと思ったんだけど、意外とそんなことなく半分ぐらいしか来れなかったのか。っていうかさ、ゲイツとジオいないじゃん。って感じなんだけど、主役はそこでしょっていうね。ジオとゲイツが出てないのは不可解だから、今すぐまたちょっと準備してこの後開けていくので、もう2アソートぐらい、とりあえずジオとゲイツが出るまではやるべきだと思うんだよね。でただコンプはねきっと期間を開けないと無理なような気がしてきたから、ちょっとそこは置いといて、ジオとゲイツが出るまで開けるような感じでちょっとやっていきたいと思います。じゃあ今はね準備します。フォーゼファイズファイズ。ジオーもゲイツも出ないんだけど、うわもうなんか気が重くなってきた。おかしいでしょ。おー